あやさちゃんからね、動画のメッセージいただきました。新生活保護のコーナーですけども、ちょっとその前にね、雑談させていただきます。まずね、舞姫さんね、今日も Facebook 見たんですけども、いや、あれ、50歳ぐらいですよね、確かね。もう、まだまだいけてますね、すごいですね。やっぱりああいう風なね、自分を磨いていくっていうんですか、新しい挑戦をしていく。そして、昔のことくよくよしない、全部笑い飛ばしていくみたいな、そんなね、やっぱりエネルギー、バイタリティっていうのが、アラフォー、アラフィフ、この辺にあってしかるべきかなと思いましたね。やっぱりね、大金持ちになる人って大貧乏なんですよね、なんかね。なんかその大貧乏の、なんかバネが大金持ちになっていくみたいなところがあって、割とね、生きていける人ってそれを維持し、すいません、舞姫さんの話が長くなったんで、カットしてですね、いきなり動画飛ばしました。で、パウラちゃんの話しましょうか。パウラちゃんもね、なかなかいいこと、うまいこと言うなと思いますけども、私やっぱりね、アンチテーゼを同時に考えてるんですよ。やっぱ男性は男性で、自分を高く見積もりすぎだなと思うんですよね。何事もなさない自分によく気がつかないといけないかなっていうことで、速稼塾ではね、自己否定論っていうところから、まだ踏ん張れるんじゃないかなとかね、まだチャンスがあるんじゃないかなっていうふうに、まだもうちょっと頑張れるんじゃないかなっていうところにね、もう一回フォーカスしていくというところでございますね。あまり、これもね、話すと長くなりますんで、パウラちゃんについてはまた別でレビューをやっていきましょう。さあ、生活保護の話に戻しますけども、やっぱね、あやさちゃんが言うように、生活保護が、肩身が狭いっていうのが何とかしないといけないですよね。少なくとも、私とか、私が関わりがある、いわゆるね、大金持ちっていうかね、お金持ちの方は、生活保護の方の、なんていうかね、受給費用に関しまして、受給費に関してですね、安すぎるじゃろうとしか言わないですね。なんか30万とか50万とか出んの、そのぐらいは、みたいなね。ってなりますよね。いや、私から見ると、同じように、いろんな、消費欲ってあると思うんですよ。生活費の基準もいろいろあると思いますけども、贅沢の観念もいろいろあると思いますけども、自分が我慢するのはまだいいんですけどね、生活保護を受けてる方が、10万とか15万を押し付けられている。しかも、その暮らしの中でも窮屈さを感じてるって、なんもいいことないじゃん、みたいなね。そんなひどいことするなよ、みたいな思いますよね。だから、権力者がそれをするのは、ある意味仕方がないっていうかね。上級国民が意地悪するのは、それはね、なんとも言えないところがありますけども、でも本来、協力し合うべき国民同士でね、それが起きてる、妬み合いが起きてるっていうのは、これはなんとかせないけんなぁと思いますね。私も本当に心から思います。で、これはね、ずっと黙ってようかと思ったんですけども、頑張って働いていらっしゃる方が多いと思いますけども、でもね、どういう言葉を選べばいいのか分かりませんけども、生活保護の費用がね、それ、10万だろうが30万だろうが50万だろうが100万だろうが、お前の仕事に関係あるかと思うんですよ。お前が選んで仕事をやる？多分ね、これ仕事をすること自体が報酬だってことに気づいてないと思うんですよ。元気に働ける、職場がある、自分を迎えてくれるところがあって、採用してあげるよって言われるようなね、認めてくれる人がいる。その環境自体が報酬だっていうふうに、謙虚に思えれば、自分の給料が安いだろうね。人の生活保護が高いだろうね。こんなね、ヘチマみたいなこと言わないと思うんですよ。昔、林修さんがね、テレビ番組で、こんなこと言ってました。どっかの引用記事からなんですけども、年収800万とか900万以下の方は全員お荷物、社会のお荷物ってことなんですよ。で、これをちょっと拡大解釈すると、月収15万だろうが、頑張って稼いでいようが、月収30万、50万だろうが、年収が500万だろうが、600万だろうが、生活保護だろうが、何だろうがね、年収が800万とか900万の水準以下の人っていうのは、全員国の厄介になっていて、社会的な生産をもたらしていないと。それよりも、福利厚生を受け取ってる量の方が多いから、みんな一緒だよっていうことが、ね、言われてましたね。これ拡大解釈すると。でもそう思うとですね、確かにね、私たち国民っていうのは、一生懸命働いて、給料を得てますけども、例えばね、防衛にしても、それから治安にしても、それから道路の、アスファルトの道路があるじゃないですか、ああいうのにしても、自分が払ってる税金以上の恩恵を受けてるんですよ、すでに。そういうことを、いわゆるね、知識とか情報の量なんですけども、そういうことに意識が向かないと、自分は十分お国に貢献してる。自分は十分働いてると。自分はものすごく頑張ってるけども、この自分のいる会社が自分のね、給料を全然安く見積もっちゃってダメな会社なんだよ。って思っちゃったりとか、で、自分は選んで
給料15万のところにいるわけですよね。まあ、これはいろんな批判があると思いますけども、あえて言いますけども、自分が選んでその職場にいて、自分が選んでその待遇を甘んじているのに、別の環境で別の暮らしをしている人に対して、なんか不満をいちいち感じるというね。この気持ちはね、非常に損だなと思いますね。例えばね、別の例を申し上げますと、収入とか仕事に不満がある人って、生活保護の方の暮らしぶりとか、お金の使い方とか、生活保護費が上がる下がるにもいちいち文句があると思いますけども、じゃあね、公務員さんはあなたより給料高いですよ。公務員さんに対してどう思います？公務員なんてまともな仕事してねえよみたいなこと思うでしょ、結局。だから、収入が高い人に対しても、収入が低い人に対しても不満ばかりなんですよ。なぜなら自分が不満ばかりの職場なり収入を選んでるからなんですよね。で、これはね、月収マイナス100万から月収プラス1000万まで上下してるね、このフレーバーの大きい私がね、よく思うんですけども、あんまり人のことって気にならないんじゃないかなと思うんですよね。これは私の感覚なんでね。いや、他の人のことが気になってしょうがないから、他の人の収入を続きまくって自分は楽しいんだと思う人はもう止めませんけども、なんか人の所得が上がったり下がったりすることをいちいちリサーチして気づいてイライラすることってあんま面白くないと思うんですよね。それよりも自分の人生を生きた方がいいと思うんですよ。それは自分がね、頑張って働いて収入がいくらだろうと、所得っていうのはみんなピンキリでバラバラなんですよね。で、多分根底にあるのはね、あやさちゃんね、やっぱり自分の払った税金から生活保護が賄われてるっていうふうに考えると、自分が養ってるみたいな、そんなね、感覚にもなるんじゃないかなと思うんですよ。これもだから完全なる勘違いですよね。生活保護費はじめ国の財源、財政っていうのは、一般会計っていうのは半分以上が国債で賄われてるんですよね。国債ってのは国が、まあ借金という言い方は適当じゃないです。実は国債ってのは国が発行してるお金です、発行してるんですよ。だから別に誰も返せなくていいんですよ。極端な例ですけども、国からお金を借りますよね。1000万借りました。金利が30万です。1030万返さなくてはなりません。全く返せませんでした。これ誰か迷惑しますかってことなんですよ。実はね、銀行や国からお金を借りて返さないところで困る人って誰もいないんですよ。だからね、今この瞬間日本国民の全ての借金を棒引きにしても誰一人困らないんですよね。もちろん個人対個人とかね、企業対企業の借金はこれは清算しなければ困りますよ。でも銀行とかね、国に対する借金って返さないところで誰も困らないんですよ。これはね、なんでそういうことになるかってことはちょっと長い話になるんでここでは割愛しますけども、はっきり言ってね、私たちはその財政論とか経済、お金の流れっていうのを長い間勘違いしてきているところがあります。これは財務省も、まあ、勘違いした発信をしてますし、もしかしたら意図的なのかもしれませんけども、その税金っていう制度は国家運営のその原資ではないんですよね。まあ全く原資ではないってことは言いませんけども、主要な原資ではないんですよ。税金っていうのはあくまでも需要と供給のバランスを保つために回収しているに過ぎないんですよ。まあ、ですので今みたいにね、デフレの状況になると本当は税金っていうのはどんどん下げないといけないと思いますけども、なぜか税金を上げる方向になってるんですよね。ここに対してはね、また別の怒りの動画をたくさん撮ってますんでね、そちらの方を暇な方はご覧ください。私は常にね、思ってるのは、国民の対立を煽るために税金ですとか社会保護っていうのが勘違いして刷り込まれてるってところに問題があるかなと思うんですよ。で、生活保護の方がね、肩身狭く暮らして切り詰めて暮らしていて、社会にものすごくね、もったいない。これは生活保護の方がもうはっきり極端な話言いますよ。働かなくて自由な時間があるとするじゃないですか。生活保護の方がね、その自由な時間を堂々と生きて、たくさんの趣味ごと得意なものを見つける、そんな人生に、切り替えていただくと、中にはすごいね、発見とか発明とか、すごいね、素晴らしい作品を作る方、クリエイティブな能力を発揮する方いるかもしれないですよね。で、一生懸命働いていらっしゃる方も、働くこと自体で自分の承認欲求を果たせたりとか、創作意欲が満了できたりとかあると思うんですけども、生活費のために仕方なくその仕事を選んでる方は、仕事中何の生産もないって感じながら働いてるはずなんですよ。で、そういう方の人生は本当にもうもったいない。本来だったら、その方がね、十分能力を発揮できるような現場に行くはずなのに、行ってもいいはずなのに、まあ、あらゆる職場ではね、定員があったりとか、スキルの振り落としがあって、そこに入れなかった方っていうのは、なんか生活費を稼ぐための、いわゆるね、収入を分取るための仕事の中で、自分の
生活意欲とかクリエイティビティとかっていうのは発揮できてないと思うんですよ。だから仕事が終わった後にやっと自分の時間になっちゃうんですよね。でもですね、こういうふうに考えてみるとどうかなと思うんですよ。仕事によって高い年収を得ている方って、いやいややってる人ってほとんどいないと思うんですよ。ね、孫正義さん、いやいや働いてますかね。イチロー選手、いやいや野球やっていたんですかね。他にも年収の高い方いっぱいいますけども、まあ、YouTuber もそうですよね。いやいややってるんですかね、あれはね。いやいややってるとはとても思えないです。嫌ならやめてるんですよ。いろんなトータルで考えて、自分が YouTube としてね、作品作るのに合ってるなとか、外注も楽しいなとかね、それこそ嫌なこともあるけども、トータルでいくとやっぱ YouTube しかないかなと思ってやってるんですよ。不安もあると思いますけど、だからいろんなバランスをとって、今いる場所をみんな人それぞれね決めてると思いますし、違うなと思ったら変更する自由があるんですよ。ただ変更する意欲がない人が、他の人がまあどっちかっていうと自分よりも恵まれない暮らしになっていることを望むみたいなのがね、これが嫉妬の正体かなと思うんですよね。まあ、ちょっと言い過ぎた部分もありますけども、勝手なことをね、いろいろ私は自分の YouTube アカウントで話させてもらいます。ここまでをまとめると一言言うとね、生活保護を受けてる方、肩身狭い思いする必要は全くないです。だって当然の権利使ってるわけですからね。綾沢ちゃん、そう思いませんか。だって歯医者に行ったらね、健康保険証出すでしょ。あれと同じ感覚ですよ、生活保護費をもらうっていうのは。いや、私そう思いますよね。で、スーパーに行ったら、例えばね、こういった割引券があるんですよね、はがきで届くやつが。これを出して、例えばこれはあの、こうやって巻き寿司がもらえるんですよ。美味しそうですね。これ巻き寿司がもらえるんですけども、生活保護っていうのはこれと同じような感覚だと私は思いますよ。あ、自分はたまたまこれ割引券持ってるから、今日はちょっとお金使わないけど、これでちょっと飯食わして、これがね、ずっと連続して起きてることなんで、じゃあこういうものでご飯食べてる人、隣の席の人がね、あんたは楽して金も払わずに食ってるって言いますかね。言わないと思うんですよ、むしろこういうものをね、タダで食べて美味しかったというふうな評判を広めるチャンスが私たちにはあるんですよね。それ生活保護の人も、もっともっと自由にお金を使ってね、あの、例えば野球に行ってみたら実は楽しかった、野球が好きになっちゃった、野球グッズ買うぞって言ったら、その会社儲かるじゃないですかね。じゃあある時では生活保護の方が100円均一ってね、切り詰めてるから3個しか買えません、消費税がかかるんで330円、うわ330円か、300円以内に収めようと思ったら2個しか買えないよってなって、100円均一があまり儲かんないですよね。でもちょっとね、生活保護の費用がポンと膨らむと、あ、ちょうどいい機会だから、これも買っとこう、あれも買っとこう、あ、なんかいつの間にか3000円も買っちゃったみたいなね。そしたら買う方も楽しいし、買った人の生活も豊かになるし、で気分もいいから笑顔が増えるでしょ。周りの人も楽しいじゃないですか。でしかも100円均一の会社もなんか、結構買ってくれるじゃんあの人みたいな感じで儲かっちゃうみたいなね。そしたらデフレも止まるみたいなことがあると思うんですよ。だからね、所得の低い人が高くなることによって、しかもその高くなるってレベルもね、所得が月収30万の人がいきなり1000万になるみたいな話じゃないんですよ。だって10万ぐらいの人がね、30万になって20万増えて、誰が迷惑するんだって話なんですよ。逆ですよ、20万のそこでは消費が行われて供給が満たされるんで、あの、もう今のデフレが止まるんですよね、大げさに言ったら。いいことばっかりだと思うんですよ。で、あの、お金持ちっているじゃないですか。お金持ちがいくらお金使っても、舞姫さんみたいなね、お金持ちがいくらお金使っても限度があるんですよ、一人でお金使うには。それはね、相当買い物しても、いや今日やっと100万円買い物した、クタクタとかなるんですよね。しかも買い物をするその背景には使い切れないお金があるんですよね。すごい無駄ですよ。だって貯金が10億円ぐらいあって、一生かけても使い切れないんですよ、これは。10億円で今日頑張って買って100万円買っても、次の日には疲れて1円も使わないわけですよ。だからね、お金を使うのにも限界があるんですよ。お金持ちが増えることっていうのは、実はね、世の中に動くお金の限界値が近づいてくるってことなんですよ。それこそね、みんながね、マンション買いました、島を買いましたとか、そういうのを繰り返さない限りは、だって車だってね、5台も買ったらもういいやって思いますよ。飽きちゃいますよ、もうさすがに乗らないんだから。5台買ったら毎日ローテーションで乗ってもね、週に1回しか乗れないんですよ。私の場合は車全く乗ってないですからね、もう何台もあるけど。これ相当な無駄だなと思ってますよね。保険代ばっかり更新してるとかね、1台廃車にしましたけど今日ね、だからちょっとね、ちょっと話ずれましたけども、生活保護の方が切り詰める暮らしによって社会は全く豊かにならないんですよ。
むしろもっともっと使うこと、使えるような環境になること、堂々と使うこと、そして窮屈な思いをせずにね、これは割引券を使ったり健康保険証歯医者に行ってポッと出すみたいな感覚で、はい生活保護ですよみたいな感じですよね。ただ生活保護イエーイみたいなことやると、さすがに感情を逆なでする方もいるんで、別に普通にやればいいと思うんですよ、うん、例えばね、私が生活保護の方と友達になるじゃないですか。ちょっと焼肉でも行こうぜって言った時に、あちょっとお金がないからって言われるのと、うん、ね、生活保護費が上がったから、あ焼肉いいね一緒に行こうって感じで3000円ぐらいお互いね割り勘で出しちゃう、どっちがその社会豊かになるんですかね、うん、だってさすがにね、その月収15万とか20万の人もいると思うんですよ、一生懸命働いてね。じゃあその方がね、月収100万の方と飯食いに行こうぜって言って同じところ行けないじゃないですかね、惨めさも感じるでしょと思ったら、その月収15万や20万の方も所得が上がった方がいいなと思ってるはずなんですよ。だからそれを人にもやっぱりね思ってあげないと、なんかね、そんなね、収入のあるなしとか、自分よりも稼ぎがあるとかないとか、自分よりも働きがないあるとかでね、そんなことでね、そんなみみちいことで評価するべきではないと思いますよね。もうなんかそんなことではないんですよ、もう私たちが見ないといけないのは、というふうに私は思ってますね。で、国民の当たり前の暮らしっていうのが今ね、生活保護で暮らしている方の当たり前と被ってないんですよ。全然私は生活保護だからもうね、こうつつましく切り詰めて、それが当たり前なんだ、みんなのお世話になってるんだみたいに萎縮する必要はなくって、それはあの冷静さを守っていけばですね、堂々とするべきだし、で堂々としてもちゃんと受け入れてくれる人ともっともっとね関わった方がいいと思います。はっきり言って生活保護の方に対して最もね偏見なく見れるのはお金持ちの方だと思うんですよ。それこそね、自分の所得と人の所得を比べるような醜い人とはやっぱり折り合いがつかないと思いますよ。そういう人は人の所得に対して文句言う人同士で付き合っていけばいいんですよ。それで適当にいがみ合ってね、もう団子状態になると、どんぐり状態になっていけばいいんじゃないかなと思いますよ。うん、私もまさにここまでね偉そうなこと言ってね、なんか怖いんですけどもねでも本当そう思います。あの働いていらっしゃる方にはそれなりのミッションがあると思いますし、うん、なんかねやりがい気概があると思うんですよ。だからあるんだったら、あるんだったら自分の仕事とか人生に誇りを持ってるんだったら、人の人生に首突っ込んでね文句言ってたりとか、生活保護費が上がるなんて別にいいじゃないですか。生活保護費が下がったらじゃあ豊かなんですか、あなたは心は幸せなんですかって話ですよ。そんな貧しい気持ちはないですよね。自分じゃなくても誰かが豊かになったらいいなっていう気持ちはやっぱり日本人としてもね、まあ、地球人としても持っていてほしいなと思います。前回特別定額給付金の第2弾が一人親世帯に出たっていうふうに、ね、出るんだって決まった時に、なんで一人親世帯ばっかりなんだ、なんでお前らだけなんだっていうような声もありました。私のところにもコメントつきましたけども、なんとみっちいこと言うんだと思いましたよね。自分のところに金が入んなくて他の人のところに金が入ったことをなんでそんなに妬むんだとね思っちゃいますよ。まあ河合安里のところに金が入るのはね、私もこの野郎と思いますけどね、そういう動画もたくさん撮りましたけども、でもそういうふうな権力を持った上級国民さんと私たち一般国民がね、どういう構図になってるのか、国民、一般国民同士で足引っ張り合うなんて本当にね、もうしょうもないこと。権力者は権力者同士ですごい協力しますよ、行動しますよ、讃え合いますよ、裏切り合いますよ、でもでもそれをね、私たちはどこを真似るかなんですよ。権力者とか成功者とかお金持ちってすぐに協力してすぐ行動します。お互いになんかそういうことを考えてお互いを補完し合ってるんですよ。でもなぜかね、一般国民っていうのはお互いを潰し合ってね、で個人的な小さな気持ちよさに酔いしれてるんですよね。いや潰してやったみたいな感じでね、お前らはこの、ね、もうちょっと貧しい暮らし送っとけみたいなね、贅沢だそれはみたいなね、ちょっとね耳ちいなと思いますよね、うん。で、このね新生活保護に関しまして、私はね早速ですけども、自民党の本部とそれからある特定のね議員さん、そして令和新選組さんの方にもきちんとね自分の言葉で直接お伝えに行こうかと思います。山本太郎さんにもきちんと生活保護のことね、私はこう思ってるんですってことをね、いつも動画で話していることを伝えていきます。で自民党の本部、こちらの方にも私近々ねお邪魔して、自民党の本部でちょっとね提言をさせてもらおうかと思うんですよ。 YouTuber としてね、YouTuber として、そして複数の会社を経営しているものとして、このコロナ禍の状況において、そしてコロナ禍じゃなくても置き忘れていることとかね、特に今回は生活保護のことについて、ぐいっと食い込んでいきたいと思います。まあだからね、不満があるんだったら権力を持った人に突っ込んでいかないといけないんですよね。そんな生活保護の費用が上がるよなんだよっていうふうな妄想を言ってる私にねコメント書く暇があったらね、そういうふうな権力者に立ち向かっていってください。それがねやっぱり上に強くて下に弱いっていうかね、なんかねその叩きそうな人叩いてる、ほんと耳ちい、ほんとね、かかってこいよそういうやつを。で働くことの概念っていうのもやっぱ変えていかないといけないと思うんですよ。
先ほども申し上げましたけども、働くこと自体が報酬っていうふうに考えれるような、そんな職場に就かないと最初からね。アニメの好きな人はアニメのね現場に行くとかね、道路工事の好きな人は道路工事に行くとか、ガードマンがやりたい人はガードマンに行けば、働いてること自体が、その環境自体が給料だから、プラスアルファお金が入ったらなんて素敵な職場だろうと思うでしょ。でも働くことっていうのはね、苦痛と引き換えにお金をもらうってことを考えてるからダメなんですよ。仕事ってのは辛いもんだって思ってるでしょ。思わなくていいですかね、そんなことね。仕事は自分の能力をね、全身全霊全知全能傾けても惜しくないような時間を過ごせるものを仕事に選べばいいんですよ。なかなか最初からそうはいかないと思いますけども、絶対無理と思う必要はないです。少しずつそういう職場に変えていけばいいし、なんだったら自分で会社を持って自分の好きな仕事をすればいいんですよ。で、私もその一人ですけどね、自分の好きな仕事をしたら24時間365日やってることに不満がないんですよ。不満がないから人にも不満が向かないんですよね。だってね、私もこれ YouTube 撮ったりいろいろね会計事とかやりますけども、全部が楽しいですよ。何をやっても、あ、家族を、家計を支えてるなと、社会の役に立ってるなと、納税役に立ってるかもしれないな、取られてるだけなんじゃないかなと、ちょっとの不満はありますけど、納税の時にはね納税ってのはだからね、意味がないですからね、はっきり言ってね。私にとってみたら、まあ誰にとっても意味がないと思いますけどね。まあ、この納税の話はちょっとまた置いておきましょう。長くなるんでね。で、税金のことに関しましては、税金は国家運営の財源ではないってことだけ、これだけはね繰り返し申し上げておきます。とにかくね、綾沢さんが言うみたいに、肩身が狭い、生活保護の方が肩身が狭いという現実は何とかしないといけないし、生活保護の方が肩身が狭い思いするのは当たり前だっていうふうなね、そういうような考え方を持ってる人がいたら、もうそれは改めた方がいいですよ。そんな人のことを気にしたりとかね、生活保護の人が窮屈になることによって何の喜びがあるんだって話なんですよ。そして生活保護の費用が30万とかね50万になったことに対して、ダメダメ論、無理無理論、そんなことは聞いちゃいないんですよね。私はね、自分の妄想を語ってるだけなんですよね。言ってみれば、私はね、図書館で本を読みながら独り言言ってるんですよ。ファミレスでもいいや、ファミレスで独り言言ってるんですよ。そこにね、隣の席を首突っ込んで、ダメだよそれ、無理だよって言う人いますね。だから気に入らないんだったら私の YouTube 来ないでくださいね。そんなおかしなコメント書く暇があったら、自分と気が合う人のね YouTube のところに行った方がいいと思いますよ。もちろんアンチコメント別に私嫌じゃないんで、これからもねアンチコメント書きたい人はがっつり書いてみてください。私の気持ちがへこんで、私が YouTube をやめることをね希望してるんでしょうから、まあ私もいつかやめますよ、100年も経ったらね。さあ気が済むでしょ。それまで長生きしといてくださいよ、私の動画気に入らない人はね。ということで、いろいろと吹っかけてみますけれども、収入や仕事に不満がある人っていうのは、繰り返しますけどね、生活保護の費用に対しても公務員さんの給料に対しても結局不満を言うでしょ。だから自分が一番恵まれてないといけないんだ。自分が一番大変で忙しくって世の中の苦労を背負っていてね、それでいて尊重されないなんて世の中だって思いたいわけですよ。それがアイデンティティなんですよ。まあなんとも未知ですね。何者なんですかね、そういう人はね。もっともっと自分が社会に参加させていただいているという思いを持っているもいいんじゃないかなと思いますけども、どう考えるかみんな自由なんで、そう思いというふうに強制するつもりはありません。ただ私はボウフライのように生きている単なる隠居なんでね、社会を離れて、私の方がね分かってないんだと思いますよ、そこはね。私の方が分かってないんで、そういうことにしておきましょう。なんせ隠居ですからね、社会に関わってないんでね、本当に私もどうしようもない人間ですね。まあまさにね、自力で稼いでる生活保護みたいなね、そんな感じでございますけどねなんかアフィリエイトにしても、その MLM にしてもね、その自動的にお金をもたらす仕組みっていうのが構築できたら、本当になんかね、何なんだろうと思いますよ、人生は。これは何だろうと思いますよね。まあ FX ね、アイサーシャーもなんかやってるみたいで、ちょこちょこ買ってるみたいなんですけども、これからもね、分かりやすい FX の放送に努めていきます。まあこれからもね、FX 一緒に頑張っていきましょう。で、生活保護を受けてらっしゃる方ね、お金持ちが味方ですから、お金持ちが、はっきり言うとね、お金持ちの方は、全然生活保護の方がね、費用がどんだけ上がろうとね、費用っていうか、保護費がいくらになろうと文句ないし、上がることを望んでます。そのまんま上がらないでって望んでるのは、まあなんて言いますかね、そういう方なんですよ。だからね、税金が財源じゃないところも繰り返し認識しないといけないんですよね。で、生活保護の人っていうのはこうでなくてはならないっていう風な、その先入観をあまりにも多く私たちは持ちすぎてるんじゃないかなと思うんですよ。だから私はね、逆に生活保護の方は切り詰めていてはならないとかね、その生活保護費用が30万以下であったらならないとかね、生活保護の方は誕生日とかクリスマスをまで祝わなくてはならないとかね、
1年に1回は好きなところに旅行に行かなければならないとかね そんなねポジティブなならない論を展開したいと思いますけども、どちらかというと贅沢しちゃダメみたいなことをね感じてらっしゃる方いるんじゃないですか。いや贅沢ってたまにするのいいじゃないですか、全然ね。もう何が贅沢なんですかね。それこそ豪邸に住んでね、プール付きのお屋敷に住んで召使いを3人抱えてとかやったらこれ贅沢ですよ。でも週に 2,3 回ファミレスに行ってね、1000円2000円使いました、これ贅沢ですかね。ね、月に1回高級ホテルのねランチ行きました、3500円でした、これ贅沢ですか。これ別に日本国民だったら誰でもやっていいんじゃないですか、これ。でもっと言うとね、その生活保護の方を抱えておける日本ってのはなんて素晴らしい国だっていうふうに誇らないといけないのに、そのどれどれ日本の生活保護ってどんな水準なのって見に来た時にね、なんかすごいかわいそうな切り詰めてるじゃん、これで生活保護って言うなよみたいなね、そんなんじゃなくて、あ確かに生活保護の人すごいね生き生きと暮らしてるじゃん、楽しそうじゃん、すごい国だな日本はっていうふうなね、そんな評価を得れるように、まだまだ生活保護の方をはじめ労働者の方もそうですし、医療従事者の方とか多くの方がね、もっともっと生活を底上げして、もっと自分らしくたった一度きりの人生をね、もう多角的に挑戦できるような楽しめるようなそんな時間を送っていただきたいですし、むしろね引きこもっちゃったりとか自殺をしてみたりとかね、もう人との関係がうまくいかないみたいな不満ばっかりが増えていくような世の中の方がおかしいと思いますよ。だから誰かに対しての不満、これはまず社会に与えている病気だと思ったわけですね。だから人に対する不満を考えるよりも自分の身のちっちゃさに気づいた方がいいかなと私は常に思いますね。私もそういうふうに考えていこうかと思います。で楽するなとかね、贅沢言うなとかね、夢を持つなとか理想論言うなとかね、こういうふうなねダメダメ論もうね、まあそういうのは好きなんでしょうね。人が何やってるかもう関係ないじゃないですかで生活保護の方の自由っていうのはもう私ね、はっきり言って世界への貢献だと思いますよ。生活保護の方が何もできないで暮らしているよりも、生活保護の方がねいろんなところに旅をしたりとかね、美味しいものを食べたりとかして、その、まあ、感想とかを表現してくれることがさらなる販売促進にもなりますし、何も悪いことはないと思うんですよ。むしろいいことばかりだと思いますよね。ということでね、いろいろと申し上げました。同じことをくどくど言ったような気もしますけども、まあ言いたいことが山ほどあるんですよ。で、アイサーちゃんとの対談ね、私言いたいことを結構リストアップしてるんで2時間くらいにはなるかもしれません。で、NHK の取材があるみたいなんで、そちらの方がね、綺麗に住んでからでいいと思います。で、私もね、アイサーちゃんがスーパーに勤めているっていうところから、私もスーパーで勤めてました。あ、新入社員の時から、まあ30ちょっと手前ぐらいまでね、1日16時間勤務でございました。16時間勤務で、まあ、大体90日に1日ぐらいのお休みだったかな。私の能力が低かったところもあって、まあ、なかなかね、休みが取れるスキルがなかった。そして部下を教育指導できなかったんで、なかなか現場が楽にならずに、結局自分が出勤しないといけなかったっていう状況なんで、まあ、私の場合はね、まさに自己責任なんですけども、まあ、いずれにしても新入社員の時から16時間勤務して、手取りがね、15万みたいなね、そんな暮らしが、まあ、社会人結構きついなと思ってたんですけどね。きついけど楽しいなと思ってましたね。まあだからね、どう捉えるかですよね。まあ自分の能力が低いから自分の給料が低いんだとかね、結局給料に不満があってもそれ選んだの誰みたいな、頼んで入れてもらったのは誰みたいなところに私はいつも自分の身を置いてたんでね。ちなみに16時間っていうと大体8時間がオーバーワークですよね。で23日働きますんで184時間のオーバーワークになります。まあ大体ね23日間働くと言いますけども、私の場合だから先ほどお話したように30日あったら30日働いてたんで、まあ、200時間以上のオーバーワークしてました。で新聞をたまに見るとね、なんですかね、サービス残業84時間で過労死みたいなニュースが出たりするんですよ。まあ、大手の会社なんですけどもね、84時間ぐらいのオーバーワークでお亡くなりになっていると。まあいろんな仕事の内容があるんで単純に時間では測れないところがありますけども、私の会社の社員とか新聞見ながら、なんだこれは、うちだったら1週間でクリアしちゃうよみたいなね、そんな冗談を言ったりとか、週40時間労働とかありますよね。今は週20時間労働なのかな。週40時間だったらうちは3日でクリアだとか言ってましたね3日で12時間12時間12時間でねそれでもクリアしちゃいますからね。だいたい16時間勤務ですから24時間しかないところで16時間勤務して前後のことを考えたら、まあ18時間ぐらい会社関係のことをやってるんですよね。
私も会社からこうね書類を持ってきてベッドの上でこうやって書きながらそのまま寝て気がついたらもうね出勤の時間だったみたいなこと結構あってね、それもねなんかね、あなんか俺結構働いてんじゃんみたいな感じで結構高揚感がありましたよね。うん、なんか自分で選んだ会社なんで別に不満はなかったかなと思います。ただ不満が出た瞬間に辞めましたけどね。ただそれだけなんですよ。仕事は選ぶことができますんで、興味がなくなったり不満が大きくなったら別に辞めればいいんでね、その不満のある環境でいつまでも働いてる必要はないですし、それこそそのなんで他に条件のいいところに変われないっていう自分の現状をどうにかした方がいいかなって当時は考えてましたね。まあ今でも似たようなもんですけどね。ただそれを人に押し付けるのは違います。自分がこんな苦労して這い上がってきたんだからお前もな、ではなくて、自分は好きでこういう人生をデザインしてきたけども、あなたはそういう人生を選んでるんだねと、うん、ただ何かね助け合うことができればいいよねとかね、その人の人生に関して否定するものは 何もないんですよ。あの他者肯定ですから、私の速稼塾の概念、他者肯定、他者のやってることは何であれそれは肯定なんですよ。でも助けてくださいとか手伝ってくださいお願いしますって言葉にはきちんと耳を傾けてできることをやっていくってことですよね。で自分のことに対しては自己否定ですよね。もっともっと人の役に立てるんじゃないかなと、もっともっと、うん、力出せるんじゃないかな、もっともっと踏ん張れるんじゃないかなみたいなね感じですね。ということですごく長い動画になりましたけども、倍速で見ていただいたでしょうか。私もちょっとね多少走り気味に喋ったんでね、滑舌の悪いところはね相変わらずでございますけども、ただねこうやって動画のやり取り続けられることを本当に嬉しく思っています。まあいろいろとね、うん、なんかご不幸があったりとかしたみたいですけども、本当人生はね短いです。一度きりです。こんなね自分の人生を他人のアンチコメントとかに、ね、奪われてたまるか、権力に奪われてたまるかと思ってますんで、私もねこれからますます、うん、なんか状況を打開できるような、ね、方法をいっぱい探していきたいと思います。最後になりますけども、私は40歳まで1回もプラスになったことがない人生です。40歳から今48歳ですけども、急にうまくいきだしたんですよね。それはインターネットを使ったビジネスを展開したからです。本当にね、私はね全ての方に言いたい、インターネットを使ってください、 YouTube で発信してください。あなたの人生はそこから取り戻すことができるようになると思います。眠くなりました。じゃあおやすみなさい。あやさちゃん、またね。